これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。 FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。6月13日ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。今日も1時間元気に楽しくお届けしますよ。よろしくお願いします。さあ、またこの番組はサポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。ありがとうございます。さあ、そう今日ですね、すいません、ツイキャス の動画の閲覧がちょっとシステムのエラー上ちょっと見れなくなっております。申し訳ございません。なのでね、動画はヒューストの方で確認お願いします。さあ、いやあ、そう今日ね、この日曜日に私那覇市の坪屋にあるサンライズ那覇商店街っていうところで沖縄が作る都市型マーケット、都市型マルシェですね、都市型マルシェサンライズマーケットというのが開催されていたので行ってきたんですけれども、沖縄ならではの野菜とかね、果物が農家さんがね直接持ってきて売っていたので、とっても安い値段でね買えたりとか、あとは沖縄の食材を使ったパンとか、あとスイーツ、あとは飲食屋台ですかね、もうねたくさんあって、あと工芸品とか織物体験とかもできるブースもたくさんあって、すごく朝からにぎわってましたよ。私はね中でもちょっと衝撃的だったのが、トンカトンカさんのポークスペアリブ、もうね手も汚さず、もうお箸で食べれるぐらいとっても柔らかい、しかも美味しい気持ち的にはね、ビールを飲みながら食べたかったんですけど、さすがにね朝ですし運転しなきゃいけなかったのでね、ちょっとビールは我慢しましたが、またちょっと食べに行きたいなと思いました。皆さんもぜひ行ってみてください。国際通り店と新都心店、新都心はキッチンカーだそうです、あるのでトンカトンカさん行ってみてくださいね。そしてこのサンライズマーケットも月1で開催しているということなので、皆さん機会があればぜひ行ってみてください。なんか沖縄の魅力をたくさん感じることができるいい機会だなと私は思いましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、早速皆さんから来てますね。カンパチさん、おはようございます。おはようございます。さあ、そしてライチさん、グッモーニング。え、彼女今日もチャーガンジュー、チャーガンジューでございます。さあ、そして野中の銀の蛍さん、おはようわっかなーって来てますね、ありがとうございます。そしてとんこつしゅんさん、社長新しいパソコン買ってお願いします奈良社長お願いしますそして恋するかっちゃんさん、わっかなおはちーす。今日は収録放送ですね、画像出てないしということでそうなんです、すいません。さあ、ということで今日のトークテーマですが、こちらですよ、じゃん、あなたが好きな沖縄料理ということでお届けしていきます。まあ麺好きの私としては沖縄そばなんですけど、皆さんが好きな沖縄料理ぜひぜひ教えてください。メールアドレスは780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp となっています。または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りくださいということで、今日はちょっとツイキャスが調子が悪いんですけど、ユーストリームで動画配信もしてますので、こちらもお楽しみください。
それでは本日1曲目いってみたいと思います。かりゆし58で電車菊です。どうぞ。ただいまの時刻は8時10分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇です。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお伝えいたします。まずはじめに今日のお天気です。本島中南部北東の風のち東の風曇り時々晴れ、波の高さは 1.5 メートルとなっております。降水確率は午前午後ともに 10% となっております。そして日中の最高気温は30度ととても暑い気温になっておりますので、皆さん熱中症には十分にお気をつけください。さあそして本日本島中南部注意報警報は発表されておりません。続きまして道路交通状況です。現在沖縄道スムーズに順調に進んでいるようです。続きまして那覇市内の道路交通状況です。首里方面、そしてマダン橋付近、中山交差点付近で渋滞が発生しているようです。そして寄宮付近、朝日橋付近、小羽倉方面、山下にも渋滞が発生しております。そして那覇空港方面、上野屋から泊まり向けにも渋滞が発生しております。そして草原寺から安里向けにも渋滞が発生しているようですね。皆様時間に余裕を持ってお出かけください。以上本日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。さあ今日のトークテーマ、あなたの好きな沖縄料理ということでお届けしております。すいません、先ほどもねちょっとお伝えしましたが、ちょっとパソコンの調子が悪いみたいで、ツイキャスの方が動画が見れなくなっておりますので、動画配信お楽しみいただきたい方はユーストの方でご確認ください。よろしくお願いします。さあということで、直樹先生遅れました、おはようって来てますね。おはようございます。さあ早速届いてますね、ありがとうございます。とんこつしゅうさん、好きな沖縄料理、クーブ入りやばいななかなか今日も絶好調みたいです最初からかみかみマックスなのでもしかしたら今日はずっと噛んでるかもしれないですねそしてライチさん、チンスコーはうちなカロリーメイトやさ。あ、そうですね、確かにそうかもしれない。カロリーは、そうか、高いかいい感じでね、お腹のこの空腹具合を満たしてくれるチンスコ、一気に水分吸収されるやつですけどでも素朴な感じで美味しいんですよね、チンスコね。わかりますこれ。さあそしてカンパチさん、ポーク卵、味噌汁の定食も好き。そうですね、これはね、私も昔から母がね作ってくれたりとかしてくれたんですけど、ポーク卵ね、なかなかね本土に住んでる方は食べる機会はないと思うんですけど、これがねいいんですよ海苔をしっかり巻いてポークもね、私カリカリに焼くのが好きだな。ポークカリカリに焼いて卵挟んでね、いやいいなこれね、普通にこれ朝食で持ってこいなんですよ。味噌汁つけてね、
続けてねってあ、ライチさんからリクエスト来てますね。まなみさんのファンファーレちょっと探してみます。ありがとうございます。さあ前半2曲目いってみましょうかね。直樹先生、若菜さんの顔が見れず残念ってきてます。そうなんですよ、すいません。ちょっと社長に言ってきましょうねパソコン変えてって言ってきましょうねさあ今日本日2曲目いってみたいと思います。本日2曲目は AKB48 でエブリデイカチューシャです。どうぞ。FM Naha ただいまの時刻は8時20分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より本日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス総合面よりお伝えいたします。知事公務継続へ意欲。県議会6月定例会が12日開会しました。膵臓がんの摘出手術を受け治療中の尾長知事が出席し、冒頭で公務に全力で取り組み知事としての責任を全うしたいと述べ、引き続き公務に当たる意欲を示しました。知事は体調の面で県議県民に大変ご心配をおかけしたと言及し、現状に関し手術は成功し再発や転移を抑える治療をしていると説明しましたということです。続きまして琉球新報社会面よりお伝えいたします。南北大東の渇水状況調査。深刻な少雨傾向でサトウキビの成長に影響が出ている南北大東の状況を調査するため、国や県などの担当者ら7人が12日島で補助や貯水池などの現状調査を行いました。南大東村では3月中旬から降水量の少ない状態が続き、7人は発芽率約 30% から 50% の春植えサトウキビの補助と夏の植えの補助でロール現象や枯れ葉などの芽のあたりにしましたということです。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。さあ今日のトークテーマ、あなたの好きな沖縄料理ということでお届けしていますよ。さあ、テイツーさんから来てますね。若菜さん、おはようございます。あなたの好きな沖縄料理。自分は何でも好きかな。特に島らっきょうの天ぷらにゴーヤーチャンプルーかな。まさに飲み会とかによく注文しますし、お酒にもぴったりですね。もう夏だから食べたくなりますね。今日もラジオ頑張ってねってきてますね。ありがとうございます。そうですね、私も島らっきょうの天ぷら好きです。塩漬けも好きですね。あのやばいな、お酒大好きなことバレるなこれさあ、そして恋するかっちゃんさん、かっちゃんの占い師の恋愛天気予報。今日の兵庫県はいまいちな恋愛空模様に悩んだ日々と、
さよならできます。彼がいる人は2人の恋をめぐる状況にかっちゃんに何かが起こるでしょう。フリーの人は恋人探しに出かけるチャンスということで、最高気温26度、最低気温19度です。できてますね。ありがとうございます。かっちゃんさん、何かあるんですか？どうかされました？でも最高気温26度で最低気温19度、いい感じの気温ですね。いいですね。涼しそう。沖縄かなり蒸し暑いです。そしてライチさん、好きな沖縄料理カニクリームコロッケ。あれあれ、これ別に沖縄料理じゃなくてもでも分かります、カニクリームコロッケ私も好きです。あのね、熱々な状態で食べるのがね、いいんですよね。やけどしながらね。そしてアイミルキーさん、おはようございます。今日はいつもより美しいですね。ありがとうございます。今日はですね、実は髪を下ろしてるんですよ。いつもはねポニーテールにしてるんですけど、今日は髪を下ろして若干大人ぶってみました。ありがとうございます。そしてライチさん、人参しりしりは苦手。真顔。あ、そうなの？嘘。美味しいのに人参しりしり。私よく食べますよ、人参しりしり。ね、人参とあの卵をね、こうあえてね食べる炒め物なんですけど、私は好きだな。そっかそっか。人参のザ人参っていう味がダメなんですかね。そしてアイミルキーさん、では好きな沖縄料理、ゴーヤが入ってないゴーヤチャンプルーが好きです。これはね、もはやゴーヤチャンプルーじゃないです。チャンプルーですね。いいですね。面白いな。かっちゃんさん、テーマ、あなたの好きな沖縄料理は。かっちゃんはね、ジーマミー豆腐と若菜ちゃんの手作りタコライ、タコライスかな。以上です。若菜、作ったことあるかな。かっちゃんさんに今度、そうだな、久々に作ってみようかな、タコライス。これね、沖縄独特なんですよね、タコライスね。タコライスと言ってる割にはタコは乗ってないんですけど。いいんですよね、お肉とね、お肉とって言ってもひき肉なんですけどね。ひき肉とトマトとね、キャベツたっぷりで、ちょっとピリ辛な方がいいかなね。美味しいんですよねこれね。そしてライチさん、最近ソーキそばより三枚肉だな。あは。そして今日のランチはホットのフーチャンプル、ゴーヤーチャンプル、どちらかだな、決まりって。フーチャンプルでいきましょう。フーチャンプル。フーチャンプル美味しいですよね。ゴーヤーチャンプルは美味しいんですけど、さっきね、アイミルキーさんがゴーヤーが入ってないゴーヤーチャンプルが好きとか言ってたので、無難にフーチャンプルでいきましょうかね。そしてかっちゃんさんからもリクエスト来てますね。ミスターチルドレンの1990年夏、わっかなスタッフさんあればよろしくって来てますね。ちょっと探してみます。まなみさんのファンファーでもリクエストで来てましたので、ちょっと探してみますね。ありがとうございます。さあ、そして野の中の銀のホタルさん、若菜ちゃんの素敵な笑顔が見れないのか残念。自分のスマホ、なぜかユーストリームが見れない。泣き。今日のノースリーブの明るい服お似合いです。ありがとうございます。静止画だけ見れるんですね。ありがとうございます。ちょっとね、あれですね、社長に早く直してって言ってもらえなきゃいけないですね。さあ、そろそろ前半終了のお時間となります。後半もよろしくお願いします。それでは後半、うちなーぐちなー、恥かそうです。どうぞ。しゃもじのうちなーぐちなー、今日のうちなーぐちはこちら。恥かさぬ。恥かさぬ、これは恥ずかしいだとか恥さらしいみたいな意味があります。例えばこういう時に使います。カラオケなどで、あもういいでわいつのへも雨。恥かさぬ。国際通りなどで、いやいやいや、ヒップホップを聞きながら車でブーハイブーブー。恥かさぬ。
基本的に沖縄のおばさんが若者などに対して使う場合が多いようです。皆さんも状況に応じて使ってみてください。以上週5パークでした。ありがとう。恥かさぬ。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。6月13日、ただいまの時刻は8時31分となりました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。後半も残り30分ですね。よろしくお願いします。さあ、今日のトークテーマ、あなたの好きな沖縄料理ということでお届けしていきますよ。よろしくお願いします。そうなんです、今日はですね、朝からちょっとパソコンの調子が悪くて動画がちょっと見れなくなっております。ツイキャスのね、動画が見れなくなってますので、動画はすいません、ユーストで確認お願いします。さあ、早速いろいろ届いてますね。野の中の銀のホタルさん、好きな沖縄料理これはなビーフストロガノフ食べたことないからわからないわらゴーヤー炒めかな、他にも何も入れないゴーヤーオンリービーフストロガノフ言いにくいしかも他に何も入れないゴーヤーオンリー、いいですねさっきアイミルキーさんはゴーヤーが入ってないチャンプルーが好きって言ってましたけどこっちはゴーヤーオンリーがいいって言ってますねそして来てましたよ、メールでも来てますねこれはちょっと待ってよやばいな、私まだ操作に慣れてないのが見え見えだなちょっとこれ後で開こうやさメールで来てるやつ後で開こうそして自転車の店さん、おはようございます。今日はラジオ配信ですかって来てますね。すいません、そうなんです、今日ねツイキャスがちょっと調子悪くてユーストリームだけで動画配信しておりまする、すいません。さあ、そしてアイミルキーさん、若菜さんをツイキャスでいじりすぎるとキックボクシングの回し蹴りが飛んできそうなので気をつけますわらってきてますねそんな怖くないですよ、確かにキックボクシングはやってますけどそんな人にやるほど私怖くないですからね
さあそして仙人さん、好きな沖縄料理、耳側のピーナッツバターの和え物が食べたらいいですね。そうなんですよ、これね、あのたまに食べるほど食べるぐらいがちょうどいいんですよ。ピーナッツバターで和えた耳側ね、いいですね。これね、おばあちゃんがよく作ってくれたな、食べたいなこれね。さあそして自転車の店さん、ソーミンチャンプル、自分で作るとどうしてもべちゃべちゃになっちゃう。これよくわかります、その通り。そうなんですよ、難しいんですよね、作り方がね。わかります、でも食べたいんですよ、美味しいから。さあ皆さんのメッセージ募集してますよ。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp となっております。または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りくださいということで、後半1曲目いってみましょうかね。リクエストがありました、まなみさんのファンファーレです、どうぞ。ただいまの時刻は8時39分を回るところです。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお伝えいたします。まずはじめに本日のお天気です。本島中南部北東の風のち東の風、曇り時々晴れ、波の高さは 1.5 メートルとなっております。降水確率は午前午後ともに 10%、 日中の最高気温は30度となっております。本日那覇市内注意報警報は発表されておりません。続きまして道路交通状況です。現在沖縄道順調にスムーズに進んでおります。続きまして那覇市内の道路交通状況です。現在義母付近、首里の義母付近で渋滞が発生しております。そして旭橋交差点、小羽倉付近、山下付近ですね、長い渋滞が発生しているようです。そして那覇空港方面でも渋滞が発生しております。続きまして泊交差点ですかね、そして泊から上野屋に向けても渋滞が発生しておりますので、お時間に余裕を持ってお出かけください。以上本日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。トークテーマ、あなたの好きな沖縄料理ということでお届けしています。届いておりますよ、チョンダラズレッドさん。沖縄といえば坂本劇だろう。坂本劇しかないのに俺はもう今日スクールも行かないもうチョンダラズレッドって言ってる時点でもう正体バレてますね
あやつです俺はもう今日スクールも行かないって言ってますけど、やめて来てくれないと私困りますからねじゃないと回らないです。スクールお願いしますね。チョンダラズレッドさん、坂本劇は美味しいのは存じ上げております美味しいラーメン屋さんがあるんですよ。辛いねラーメン屋さんが、私もそこ大好きですさあそしてアイミルキーさん、海空公園日記のメールは届きましたか、コーナーの存続は大丈夫ですか、ということで行ってみましょう本日の海空公園日誌です。やってまいりました、波の上海空日記ですさあモーニング那覇、この時間は波の上海空公園の那覇から一番近いマリンスポット波の上海空公園のインフォメーション波の上海空日誌をお届けいたします。さあ海空スタッフ公園管理事務所比嘉さんからのメッセージです。トライアスロンの聖地沖縄で那覇の海岸線を走るアーバンリゾート型トライアスロンが開催されます。来週の土曜日6月16日には第1回沖縄県キッズトライアスロン大会、翌17日日曜日には沖縄国際トライアスロンが波の上ビーチからゴールの海空公園にかけて開催されます。多くのアスリートが参加することになりますので、皆さんもぜひ応援に来てくださいね、ということです。また大会当日はコース周辺において一部交通規制を実施することになります。近隣の皆様には大変ご迷惑おかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。なお詳しくは検索サイトで沖縄国際トライアスロン2018と検索し、公式ホームページでご確認くださいということです。いいですね、私も宮古島トライアスロンありますので、もうなんかですね、見るとすごくなんか興奮するんですよね。で、できないのにやってみたいと思うさあ波の上海空公園ではマリンレジャーバーベキュー、ダイビングが楽しめますよ。波の上ビーチの遊泳時間は午前9時から午後6時まで、併設されているシャワー施設のご利用は7時までとなっております。ビーチ内の安全のためにガラス瓶、割れ物類の持ち込みはご遠慮ください。花火や火の取り扱いも禁止です。そしてゴミのお持ち帰りにもご協力ください。以上、波の上海空日誌のコーナーでした。FM Naha。ただいまの時刻は8時46分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス総合面よりお伝えいたします。県民無視募る怒り。米軍嘉手納基地所属の F-15 戦闘機が沖縄本島南沖に墜落した事故からわずか36時間後に発表された
動画滝の飛行再開。12日朝から墜落事故に抗議し、安全性確認や原因究明までの飛行停止を求めた県や地元自治体の関係者は、要望を一個だにしない日米両政府へ怒りや不信感をあらわにしました。12日午後、外務省沖縄大使と防衛局に抗議したばかりのジャハナ・キイチロ副知事は、米軍の対応はあまりにひどすぎる、このまま飛行再開させる日本政府にも問題があると憤りをお伝えしましたということです。続きまして、琉球新報の総合面よりお伝えいたします。知事、県民投票を支持。尾長知事は12日、米軍新基地建設に伴う辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票について、実施されれば県民一人一人が改めてその意思を明確に示すことができるための意義があると述べ、支持する考えを示しました。県民投票の条例制定を求める署名活動が始まったことを受け、県庁で記者団の取材に答えました。支持の理由について、知事選挙を含め県民の民意はこれまでもしっかり示されてきているが、残念ながら素通りされてしまい、今のような状況が起きている。県民が改めてこの問題に対しそれぞれの思いを表すことは大切なことだと述べましたということです。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。あなたの好きな沖縄料理ということでお届けしておりますよ。千林さん、若田さん、白いビキニでラジオやってるのに、今日に限ってラジオで聞いている。三重メインプレスの駐車場にいるけど車一台もないやっとツイキャスライブ見れたと思ったら静止がすいません。そうなんですよね、今日ね、ちょっと朝から調子が悪くてですね、すいません、静止画でご勘弁を。しかも別にいつも白いビキニでラジオやってないですよ。5回招きますよこれ。でも魅力があるということかな。勝手にちょっとプラスな方向にちょっとね持っていこう。そして自転車の店さん、アイミルキーさんと銀のさん、二人でゴーヤーチャンプルー頼んで分け合えればいいやっさって。そうですね、アイミルキーさんはゴーヤーが入ってないゴーヤーチャンプルーがいいといい、銀のホタルさんはゴーヤーオンリーがいいと言ってたので、そうですね、ごもっともです。そして直樹先生、沖縄の食材といえば黒糖とパイナップルのイメージです。確かにそうですね、宮古でもタラマの方で黒糖作ってましてね、結構美味しいと有名、食べやすいと有名なんですよね。ぜひぜひタラマの黒糖も食べてみてください。さそしてもうね、リスナーさん同士で、ね、結構盛り上がってるんですよね。さあそしてアイミルキーさん、若田さん、ずっとピースサインしていて疲れませんか。そうなんです、静止画はずっとピースサインをしてる静止画なので。さあそしてカンパチさん、ドゥルテンも好きやっさ。あ、なんか珍しいですね、ドゥルテン。私あんまりドゥルテン食べないんですけど、カンパチさん好きということなので、私今度食べてみたいと思います。あんまり食べたことないですけど、ありがとうございます。そして自転車の店さん、あー、ミーバイの煮付けが食べたくなってきた。そうなんですよ、ミーバイ、あ、ちなみに塩と
醤油どっちで煮付けするのが好きですかね、自転車の店さん。そして野の中の銀のホタルさん、タイも食べたいってきた。そうなんですよね、あの水分持っていかれますけど美味しいんです。そして自転車の店さん、手びちも食べたいな、とろっとろに煮込んだのって。そうなんです、めちゃくちゃうまいんですよね、とろっとろに煮込んだ手びち。やばい、お腹空いてきた。野の中の銀のおたるさんも、あー三枚肉の煮付けが食べたい、砂糖の入っていない醤油味付けのご飯が進むって。そうなんですよね、これね食欲そそるやつなんですよ、三枚肉の煮付けもね。砂糖の入っていない醤油味付けのって。でもほら砂糖入れるから柔らかくなるんだよね、あでも違うかな。そして恋するかっちゃんさん、好きな沖縄料理パート2、かっちゃんはねやっぱり若菜ちゃんの手作り沖縄そばかな、以上です。かっちゃんさん。私あのまだ作ったことないですね、かっちゃんさん。でもね私もよく作りますよ、沖縄そば。沖縄そばというか私ね、あの宮古島出身なので宮古そばを作ります。あの地域によってね出汁も違えば具も違う、麺も違うしね、太さもね、ぜひぜひ宮古そばも食べてみてくださいよ、美味しいんですよ宮古そば、あのかつお出汁が効いたね宮古そば。私あの小学校の頃土曜日まだ学校だったんですけど、その時土曜日学校終わって帰ってきたその日のお昼ご飯は宮古そばって決まってました。毎週宮古そばでしたけど飽きないし、それぐらい好きだったので、もう結構ね土曜日のお昼が待ちいや噛みそうだから言わないどこ。そしてアイミルキーさん、若菜さんのキックボクシングの練習でサンドバッグがいつも壊れてしまったそうです、わら、おいおいおい。こらこらこら。だから言ってるさ、さっきから。そんなに強くやってないよと。あのそんな怖くもないし私。基本優しいんですよ。あ、基本って言ったらなんかいつも怖いみたいなね。またこれ勘違い生みそうなやつなのでやめてください、あの勘違いやまた噛んでそう。そして自転車の店さん、若菜さんのビキニ姿を見にスタジオの外に人が集まったりして。そうだな、来てほしいんですけど、遊びに来てほしいですけど、言っときますよ、ビキニじゃないです。近いかもしれないですけど、ノースリーブとかねよく着てくるから近いかもしれないけど、ビキニではないです。さあということでコメントたくさん届いてますが、すいません、そろそろモーニングナハ終了のお時間となります。明日はさゆさん方立花さゆりさんがお届けしますので、ぜひぜひお楽しみください。それでは今日も私スクール頑張ってまいります。皆さん気をつけていってらっしゃい、ありがとうございました。